令和元年7月に世界遺産登録から2周年を迎える神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群では、海の日である7月15日に本遺産群を守り、将来の世代に伝えていくためのイベント、海の日世界遺産巡りが開催されました。古より信仰を生んだ海を体感する沖ノ島遠望船。大島からおよそ50キロメートルを航行し、沖ノ島の神域とされるおよそ2キロメートルの距離から望みます。古来からの歴史や文化が息づく沖ノ島。沖ノ島に対する自然崇拝から、宗像三女神であるタゴリ姫の神、タギツ姫の神、一木島姫の神に対する信仰が生まれ、宗像地域の信仰として受け継がれてきました。本遺産群は信仰の発展の過程を確かな物証によって理解できる点で、世界でも他に例を見ない存在です。立ち寄りにくいっていうか、神々しいっていうか、そんな感じはしましたね。どうでしたか？感動しました。前はガイドの勉強、この沖ノ島 の神話の話は勉強したことある。一度見に行きたいで、今日夢叶いました。すごく感動しました。写真でしか見たことなかったんですけど、実際にこの目で見たいと、見てみたいという思いがあって、今日応募したと言って行きました。初めて行って良かったです。なんとも言えない、これなんともパワーというかですね、とにかくすごいと、来て良かったなというのが実感でしたね。霧がかかってて遠くからはちょっと見にくかったんですけど、近づくにつれてしっかり、今まで写真でしか見ることがなかったのに、実際に見るとどうしてもとても感動的でしたね。やっと見れたって感じですかね。海の道宗像館では、地元で活動する劇団宗像の公演が行われました。世界遺産神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群公開講座。宗像のあまちゃんによる海藻押し場体験。シンバル野山古墳群でも AR 機能を活用した古墳群ガイドや、さらに海上タクシーを利用した大島をぐるっと一周するクルージングなども行われました。本遺産群の価値と保護の重要性を知っていただくとともに、宗像市、福津市の文化や歴史にも触れ、ぜひ魅力を味わっていただきたいと思います。